皆さんこんにちは。本日は大阪にあります株式会社鳳凰ショールームより最高位戦関西東海後期優秀者決定戦の模様をお送りいたします。実況を担当いたします最高位戦関西神崎愛です。よろしくお願いします。解説はこちらの方です。はい、最高位戦関西の楠橋聡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速1回戦の選手から紹介していきます。1回戦 A 卓本部 B1 昇級中屋敷じった選手どうぞ。はい、あ、真ん中いいですか。はい、どうぞ、はい、カメラに向かって自己紹介からお願いします。はい、関西最高位戦の中屋敷じったです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどうですか。どんな意気込みですか。意気込み、はい、自信ありますか。自信はありますね。トップ取らないとダメなんで、はい、うん、まあ、だいぶ攻めれたらとは思いますけど、だいぶいつもよりはちょっと攻め気味で、そうですね、いつもだいぶ攻めるタイプなんですけど、はい、それ以上にできたらなと思ってます。はい、いや今回あれですよね、でもなんか優秀者大会ですけど、その中でも次 B1 ですよね。次 B1 です、ね、いや B1 って結構ね、なんかメンツ見ててもあれでね。ね、B1 は頑張りたいと思ってますけど。というわけで、ちょっとあの関西の看板になってもらう予定なんで、はい、ここじゃ、はい、こけてられないですね。はい、ここで。こんなところね。はい。ね、はい、よろしくお願いします。頑張ってください。よろしくお願いします。続きまして、東海後期 D1 優勝の藤井隆文さん、どうぞ。どうぞどうぞどうぞ。じゃあまずカメラに向かって自己紹介からお願いします。はい、最高位戦東海支部の藤井隆文と言います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日配信対局初めてということで。初めてですよ。はい、緊張してますか。緊張なんかあんまりしてないんですよ。大丈夫だから、こうなんかみんな緊張してるので、なんかあしなくていいのかなって。ああ、なるほど。結構どっしりしてらっしゃいますね。ちょっと落ち着いてる感じに見えますけど。ちょっと落ち着いてやりたいなと思ってます。はい、自信のほどは。自信ですか。今日ちょっとあの朝、はい、あの天候ちょっと、はい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 、はいはい、打っていって、はい、で、あの、これでトップ練習だって言って打ったんですけど、はい、ラス引いちゃいまして。今日はね、トップしか意味がない。そうなんですよね。はい、なので、ちょっと、大丈夫かなっていう。いや、悪いのはそっちで出しときますよ。あ、そうです、ね、ほんまにやっぱトップは置いとかないとね。あ、そうです。ちなみに、僕は藤井さんの麻雀をほとんど知らないんですけど、はいはい、ちょっと、俺の麻雀のここを見ろみたいなのないんですか。ここを見ろ。はい。ちょっと守り意識ちょっと高いと思ってるので、自分の中では、ちょっとあの、いい守りが見せれたらいいなと。トップ取りですけど大丈夫ですか。トップ取りですけどもやっぱり。そうですね、守らないとね。はい、守る時は守る。はい、はい、わかりました。期待してます。はい、頑張ってください。はい、よろしくお願いします。じゃ続きまして、後期関西 D2 優勝の杉田久樹選手、どうぞ。自己紹介からお願いします。最高位戦関西本部の、杉田久樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどうですか、自信ありますか。自信は、麻雀はあります。そうなんです、さっきもちょっとお話しさせてもらったんですけど、麻雀はすごい自信があるっておっしゃってるんですけど、インタビューの こっちの方は全然らしいです。噂によると、はい。まあそれもね、はい、あのいっぱい勝ったら多分場数がどんどん増えていくんで慣れてきますよね。はい、いや、とりあえずはじゃあ一旦ここで買っときましょうか。そうですね、配信自体が初めてですか。初めてではないです、ね、初めてではない、はい、じゃあちょっとぐらいは麻雀入っちゃうともう関係ないですよね。そうですね、なんかいい麻雀が見せれたらいいかなと思ってます。わかりました、じゃあ期待して見てます、はい、でいいコメントが後からもらえるように一成績残してもらっていいコメントしてもらうんで、はい、はい、考えておいてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、東海後期 D2 2位通過の大園綾乃選手です。はい、どうぞ。はい、お願いします。はい、じゃあ自己紹介からお願いします。はい、最高位戦東海支部の大園綾乃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどうですか、緊張してますか。してます。多分他の方より配信とかの機会もあって、はい、あったんですけど、はい、なんか慣れないです。なんか有観富士とかも出てらっしゃいますよね。なのでもう場には慣れてらっしゃるかなとは思うんですけど、もうプルプルしますけど。今日ここ見てほしいとかあります？
そうですね、私多分面前攻撃型なのかなって面前攻撃自分でも思ってるので、はいはい、ちょっと攻撃的なところ見ていただければと思います。なるほど、トップドギはバッチシですね。いやもうそうですね、トップドギ始まる前に矢後さんからあの一番ちょっと配信には慣れてるはずだからって聞いたのにめっちゃ緊張してるじゃないですか。そうなんですよね。いや期待して、あの見てます、面前派のところを、はいはい、泣きます。泣きます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よいしょ。はい、以上の選手の方が、そうです、選手の方は対局室に移動していただきます。でここで、もう一人今日ちょっと早めに来てもらった中里さんに入ってもらって一緒にちょっと解説をしていきますので、はい、よろしくお願いします。じゃ自己紹介からお願いします。はい、最高位戦闘会支部の、一番光る男中里です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっともう今日は、ね、ちょっとこの絵面大丈夫ですか。だいぶ眩しいですね。ちょっと照明落としてもらっていいですか。おい、笑いすぎや。はい、じゃあ今日の対局についてちょっと説明していきます。今日は、はい、A 択、B 択、C 択、D 択と4回戦行ってバラバラの選手で、はい、でトップの方1名ずつを、が勝ち進んで決勝択で1回戦やって、そこでまた優勝された方が優勝という形になってます。2連勝したら優勝ってことですね。そういうことです。最強位戦方式になりますかね。はい、 はい、はいはい、こういう最強位戦方式になった場合はどんなことが起こりますか。どんなことが起こる。はい、どんな打ち方になりますか。まあそれはトップ取りになるんですけど、はい、まあ、自然とやっぱあのラソーヤとかちょっとやっぱ有利とかそんなも出てくるんでしょうかね。やっぱ座る場所とかでもちょっと変わってくる。そうですね、仮にラソーヤでもちょっと負けてても残りの2人が条件厳しかったら自分とトップ者しか上がらないみたいなことにもなりますもんね。ただまあ最終裏ドラ条件とかそういったことに委ねるかどうかとかその辺の選択も結構いろいろありそうで、はい、接戦になればいろいろ起きそうで楽しみにはしてます、はい、楽しみですね、はい、じゃあそこら辺を踏まえて見ていきますが、最高位戦関西では C1 から D2、 最高位戦東海では C3 から D2 リーグを開催しております。 C2 以下のリーグは半年単位となっており、本日は後期の各リーグの成績上位者を集めて優秀者を決定するという対局になります。誰が優勝するか楽しみですね。じゃあ見ていきましょう。画面移り変わりますか。もう準備できてるんですかね。まだかな。なんで僕ら選手で出てないんでしょうね。どうして選手で出てないか、はい、まずそこからいきます。あ、中里選手はね、選手で中里さんは、はい、そうですね、出てもらってるんですが、はい、いや本当ね、喋る側じゃなくて出る側にならないといけないですね、僕らも。そうですよね。はい、画面移り変わりまして、対局のが始まります。まずはちーちゃ、杉田、なんちゃが中屋敷、シャーちゃに大園、ペーちゃに藤井となってます。トーン1曲が開始されました。さあ見ていきましょう。ドラが白です。藤井くんだけがこの中だったらちょっと守備型って言ってましたね。あ、言ってましたね、はい。トップ取りだとどうなんですか。やっぱりちょっと押し気味になった方がいいとかっていうのはありますか。微妙な選択だったらちょっとそっちに触れそうですよね、はい、ただやっぱり補充しちゃうとトップは遠くなっちゃうんで、まあその辺もやっぱしバランスですよね。なるほど。さあハイパイを見ていきましょう。親の杉田がこちら、ドラの箱が統一ですよ。おお、これは嬉しいですね。これは、悩んでるな。ローマ。ね、悩んでる。ローマ、真ん中から切り出しましたが、はいはい。若干、なんか真ん中の三者もふわっとは見えてましたけど、それよりも、ひっついた時の、町の強さで、まあ、端寄りを残すってことですよね。なるほど。はい。ローマにひっついてのスッチーマンとかウッパーマンよりも、イースーマン、ヤンウーマンになった方が、っていう。はい、ここ、あ、ドラがもちもちですか。そうですね、ペイちゃんの藤井が白を2枚持ってます。白がもちもち2枚ずつ持ってるという形になってますね。そうですね、
大園は若干面本も考えたかもしれないですけど、単純にもうリーチの手順ですね、面前での、はい、ここは本一も意識しながら、まあ、若干チート位置とかも残っている感じでしょうか。ちょっとピン図に寄ってますね。そうですね、はい、中屋敷がちょっと考えてますね。さっきね、ゴロチの三色だいぶ意識してウースから行ってまして、はい、今もそうですね、ウーマン行って形があんまり良くないんで、はい、3色に仕上がった時は、戦えるよう戦えるようにちょっとスリムに受けてますね、はい、なるほど。これもだからさあ567が来ましたが、9ピンか、はい、9ピンとしました。さあ大園の手が進みます。で、はい、イシャンテですね。杉田がさっき仕掛けましたね。あら、ついちゃいますね。杉田が難をポンしています。仕掛けて OK。 杉田はちいちゃポンチャとなっております。ここで杉田テンパイ、はい、白と老僧のシャンポン待ちですが、老僧は役がないので上がれません。白はもちもち、はい、ちょっと上がりは厳しいかなと思います。そうですね、藤井から出ることはないですね、はい、ただまあパーピング来ましたけどね。さあ大園テンパイ取れますが、はい、シャンポンリーチですね。リーチ、はい、はい、大園のリーチ、スーマンとペイのシャンポン待ちとなりました。これはに対していきますね。そうですね、はい、親の杉田もうあの形のままずっと押すでしょうし、はい、ペイとローマン待ち自体はめちゃくちゃ残ってんじゃないですか。そうですね、ペイは場に1枚切れてます。ペイが場に1枚で、ペイとスーマンか、ペイとスーマンですね、はい、スーマンが2山、ペイが1枚。はい。藤井は降りたんですね。藤井、降りました？藤井は E ピンを切りましたが。面本チートイの E シャンテンではありますけど、はい、まっすぐ行かなかったんですね。まあ、一発目だけってことですか？でも、降りたって言っても別に E ピンが安牌じゃないですよね。そうです。はい、E ピンは親に安牌なだけで、リーチ社には安牌ではありません。杉田の仕掛けも濃い濃いですね。そうですね、ちょっと何をしてるように見えるでしょうか。うん、他の人からしたらドラ固めてるんだろうなって見えるんですけど、はい、藤井は自分がドラ2枚持ってるので、はい、そうですね、やっぱあとはダブトンとかがちょっと怖いんじゃないですかね。はい、トンも今のところションパイ1枚も出てないですね。そうですね、はい、藤井が変に拾ってチート位置にしてね、なんかちょっと上がり逃すようなことにならなければいいんですけど。うん、そうですね。あ、仕掛けましたね。さあ、ここで藤井の仕掛けが入りました。大園からローピンをポンして、テンパイですね。はい、パーピンと白のシャンポン待ちで、本一のテンパイです。1枚山ですね。山に1枚いますか？パーピンだけ。チーピンが4枚。ね、杉田からすると4枚見えて、パーピンは中屋敷以外は全員切る牌ですね。さあ杉田、中屋敷はちょっとリーチに対応していってるという感じですかね。そうですね、3色にもならなかったし、まあ、トンも抱えちゃってるっていうのが大きいでしょうかね。なるほど、トン切る気ないでしょうし、はい、ちょっとトンは切りづらい牌になってますねそうですね、はい、親の捨て牌が異常ですからね、仕掛けもですけど。さあ、その親がトンを引きました。ちょっと考えてます。まあ、行くんじゃないですか。降りるとなると、今、杉田は、白と老僧のシャンポン待ちのテンパイとなっておりますが、このトンを引いてどうするか。うん。うん、はい、切りました。やっぱトップ取りにおいて、はい。うん、もちろん宝珠は怖いですけど、自分が上がれば親の満願ですからね、はい、ある程度は押したいですね、はい。さあ藤井がウーピンを持ってきてヤンピンと入れ替えましたね。どちらも通ってない牌ではあります。ワンチャンスはワンチャンスですけどね、はい、ウーピンヤンピンどっちかちょっと面白いところでしたけど。さあ中屋敷がちょっと考えてますが、トンが切れたんでね、ちょっと前向きに、はい、なるほど、
ちょっと自分も手を進められるかもしれないということを見てるんですかね。そうですね、安全に転廃を取る道を探してると思うんですけど、中田式ももう順命的にもぶつけに行くっていうより、はい、あの最後上手に転廃が取れたらいいかなぐらいだと思うんですけどね。そうですね、中屋敷から見ると今のところ一人転廃一人納店に見えるっていう感じですかね。そうですね、はい、リーチ者親の仕掛け、はい、まあ藤井君も仕掛けて押してますし、はい、できれば転廃は取りたいかなという、うん、やっぱしあんまりリスクは負いたくないですからね。はい、にしても数ワントペ深いですね。深いですね。では今のところ山に1枚、数ワンも山に1枚ですかね。2枚ですね。あ、そのペですね。このペは止まらないですね。杉田が打ちます、うんうんうん、これが大園の上がりとなりました。あ、裏さん、ペが裏ドラになってリーチドラさん、満貫8000点の出上がりとなりました、うんうん、裏3枚過ぎたらちょっと厳しいスタートですけどね。はい、まあ、ハイパイからドラがもちもちだったのがねちょっと不幸でした ね、はい、うん、さあトン2曲、親は中屋敷に移ります。ドラが数ピンになりました。さあ中屋敷のハイパイから見ていきましょう。ドラはないですね。そうですね、あまり良くはないですけど、ふわっと上の3色とかを見る感じでしょうかね。なるほど、678789と大園は薬杯の初が統一、メンツも1つあります。藤井も想像がいい形ですね。杉田はダブリーチャンスから、いいシャンテン、ダブリーならずでしたが好きね、はい、いやー、そうですね、スピードではね、はい、そうですね。初が中屋敷から出ましたが、大園はこれに声をかけなかったですね。面前守備派、面前派と言ってました。面前攻撃派か、はい、言ってました言ってました。まあ仕掛けてもね、先点、うん、先点でしょうからね、守備力ないんで、まあ、最初、漫画上がったところで、はい、打点はこだわらないと思うんですけど、守備力落とすのが嫌って感じでしょうかね。なるほど。やっぱ屋敷は親番なんですけどね、はい、ちょっと苦しいな。さあ、その1枚目は仕掛けなかったですか？ 2 枚目はどうすると思います？泣かないと思うんですけどね。失敗しました。あ、先輩しました。杉田がリーチ、はい、ピンフになればもう文句なしですか。リーチピンフ、リャンウーソー待ちしてリーチをしました。3巡目のリーチとなりましたが、先ほど補充しているだけに杉田としては加点したいところではあるのかなと思いますが、そうですね、詰まっていや、はい、裏1枚みたいな、はい、それくらいはちょっとしてほしいですね。うん、これが難波だったりすると逆にあの単葉の振り返りもあったりもするんでしょうけど、うん、なるほど。さあ、戦えそうな人はいないですか。藤井が辛うじて、はい、マンズも両面になったのでちょっといい形に、うんうんうん、はい、なってます。ローピンかローソーあたり引くと急にやる気満々になっちゃいますね。さあ、親の中屋敷ですが、中屋敷は親ですが、ね、いや、これは何が一番安全なのかじゃなくて、パッソを抜いちゃっていいのかだけですかね。なるほど。うん、ションパイの、ションパイじゃないですね。一枚切れですね。一枚切れのトーンを打ちました。うん、行くような手格好じゃないけど、まあ、これくらいならですかね。うん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 、じゃ親出すって。さあ、ドラが見えましたが。はい。うん、見えてる自敗はぐらいですね、はい、これも4枚目の初。さあ、大園はメンツができて、でももうパッソンも切ってるんでもうやる気はないと思うんですけど、9万切るかどうかですね。うん、現物の9万抜きましたね、はい、あ、これは行きたくなる。さあ、藤井がさらにちょっとやる気出ちゃいますね。まあ、スーチーピンもスーピンがドラのスーピン通って、はい、ちょっとまあ、あっこら辺は切れますからね。ああ、なるほど。ある程度は、あと数順は押しますね、少なくとも。
お迎えなさいはいらないですね。今切ったところの9番、うん、いやでもまあ今アンペが来たいんで、さあチーソーぶつけますか。きますね、チーソーぶつけますか。でも単品3色ドライツのイーシャンテン、はい、さあチーソーを思い切っていきました。いくら守備派といえども藤井は守備派と言ってましたが、いきましたね。でもやっぱどっかで攻めないと勝てないですからね、はい、なるほど。できれば先手取れるときに普通にスッと攻めて上がってみたいな、あとは守ればみたいなね、はい、展開が待ってたらいいですけど、そんなことにはなかなかならないですからね。そうですね、どっかで、はい、どっかで覚悟を決めていかないとダメですね。無双か GP を積もれば助かるんですけどね、これ。さあ中屋敷の仕掛けが入ります。関連ピンをチーしました。リャンソー引いても一旦チーピンチーピンになりますかね、あれは。なるほど。受けでちょっと減りますけど、はい、でもまあ筋でちょっとまたマシな、ここのところでもすでにチーピンとかを切って踏まりいくかもしれないですね。そうですね、ヘッドにしちゃえば助かるんですけど、ね、一旦あの筋のチーピンで形をあまり壊さず、イーシャンテン崩さずに、はい、まあ、筋でちょっとお茶を濁すか、はい、もうここでウーピンかスースぶつけるか。ちょっとぶつけましたね。ウーピン行きましたね。ウーピンの方をぶつけたんであれば危ないですね。そうですね。さあ中屋敷は、天敗に向かってるという形ですかね。そうですね、なんとか天敗連チャンだけしたいって感じですかね。これも、はい、まあ、ウーピン切るかパーピン切るかですか。親番の中屋敷です。はい、ウーピンを今通ったやつですね、打っていきました。筋も切らずにシャンテンスは落とせないけど、まあ無理は全然しない感じですかね。なるほど。さあこれもまあでも、ここでギャンスをぶつけてしまうかローマンか、もうそろそろ引いちゃうか、はい、ですね。考えてます。さあどうする。あ、ギャンスしました。これが藤田、杉田の上がりとなります。リーチ、ピンフ、ドラが、裏ドラが1枚。3900の上がりとなりました。まあ、形がね、すごい良かったんで。そうですね、打点もね。打点もついてましたし。はい、杉田としても、まあ、先ほど補充がありましたので、ちょっと加点できてよかったなと、ホッとしている表情が映ってますが、はい。ちょっとホッとした感じ。杉田くん、ちょっと感情薄めっぽい、はい、あの、感じですけど、そうですね、はい。ホッとしてますかね。はい、ホッとしてそうな顔してます。ちょっと感情がね、表に出るタイプではなさそうなんですけど、はい。まあでも、麻雀の方はすごい自信があると言ってましたので、それはね、ね、はい、結構まだ杉田くんって新人じゃないですか。はい。新人研修を行った時もなんかそれはなんか感じました。あ、そうだったんですね。強いなっていうんじゃなくて、あの、自信持ってるなっていうふうに感じました。麻雀に関してはね、僕そこまで、はい、そこまで見れてるわけじゃないんで、はい、もう強いかどうかとかもあんまし分かんないんですけど、うん、で、トン3曲、親は大園となりました。ドラは数層です。現在トップ目の大園、3万8000点持ちとなっております。さあ、ハイパイがこれですが、うん、ドラが1枚の両面ダーツがありますね。中屋敷さんが一番いいですね。さあ、続いて藤井。続いて杉田。杉田は、役牌の初が統一になってます。続いて中屋敷。中屋敷は、メンツが2つ。1、2、3が。はい、1、2、3の3色がちょっと見える形ですね。大園面全然ちょっと厳しそうですね。藤井のハイパイはちょっとピンズに寄ってますね。ただまあドラが数層ということもあってか分かんないですけど、はい、今本一一色線っていう感じじゃなかったですね。自切りましたね。自牌から切り出してます。大園もマンズがいい形になってちょっと進みましたね。ピンズを引きましたけど、やっぱり自牌から切ってますね。中屋敷は3色同順をちょっと見てるか。トップ取りには比重かかりますけど、
はい、逆にあれですよね、これはなんか大きいトップもちっちゃいトップも一緒なんで、はい、なるほど、うん、なんか無理してなんか染め手でどうみたいな風にはならないのかもしれないですね、はい、なるほど、ちょっとでも点数が上であれば通過は通過と、そうですね、もちろんなんか余裕持ってオーラスとか打ちたいんですけど、はい、もう3色はとっとと諦めてドラを固定しましたね、はい、ポイントは全く関係なく1位だけが決勝へ進めるというルールになっております。コメントでさっきね、ウーソのとこは、はい、ウーピンのところでスーソーに受けとければねみたいなコメントいただいてますね。あ、まあまあ、なるほど、先ほどの、藤井ですね、うん、両方一応完全イシャンテンは完全イシャンテンだったんですけどね、はい、両方ともまあ場に切れてる枚数とかまではちょっとチェックできてなかったんで、うん、どっちが本当にパンパンだったかはちょっと分かんないんですけど、うん、確かにね、そっちの選択をしてれば補充は回避はできてましたね。そうですね、一枚の選択でだいぶ変わりますね。あ、その後でもう一回ローワン引いた時にどっちの両面固定するかでまた、はい、結局のとこそこのところでまた雀荘を選んでる可能性もあるんですけどね。はい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 、うん、多いですね。そうですね、うん、さあ藤井シャアを持ってきてちょっと考えてますが、これは安牌、安牌ということでしょうかね。うん、守備意識を見せようとしたんですかね。なるほど。あら、3個ぶつなのね。はい、打点つきそうですね。杉田が初をあんこにしました。イーシャンテンです。はい、中屋敷も免品ドライチのイーシャンテン。はい、ローキューピンがすごい薄いんですね。なるほど。ロキューピン、あと残り1枚しかないですね。ないですね。ピンなしの。藤井が考えてますね。嘘切りました。さあ、杉田の手配ですが、になっちゃいますよ、さらに統一が増えました。スーワンコイーシャンテンになりましたよ。はい、もすの、まあ、出たらポンって言いますけどね。はい、ウーマンは積み切らないのか、なんか切れてるのも特にないし、はい、積み切りそうですね、うん、大園の手配が、はい、見えましたね。大園は親なこともあって目いっぱいですかね。はい、はい、まあ一応いいシャンテンですけどね、3といつのいいシャンテンなんで、どっちかといえばマンズが横伸びしてくれればって感じでしょうかね。数万の横を引いて、E ピンなり Q ピンなり、まあ、もしくはローピンなりの統一をほぐしていきたいでしょう。なるほど。藤井はあれですね、イースーソーの E 勝がもう、さすぎたか、これは。C 統一安全テンパにもなりますけど、これはどうでしょうね、取らないかもしれないですね。ローマン、なんか色的にはどうなんでしょうね。急走はね、1枚飛びですけど、すごい残り1枚残ってそうで、はい、ここはそこまで、うーん。金図が場に高いんですよね。ここはローマンを払っていきました。金図はちょっとあんま信用できないんですけど、はい、まあ、サブローピンなりスーピンウーピン、どれか1枚引いてくれって感じでしょうかね。なるほど。両面にも一応受けれる形を残した、はい、ということですね。リーチ初イーペーコの、まあ、リーチはお強ってことですね。なるほど。実際打つでしょうね。もうローマン続きますか。中屋敷は、そうですね。難しいところでしたけどね。固定しちゃいますね。中屋敷の三層運送の比較はちょっと面白いですね。場に見えてる枚数は一緒なんですけど。はい。うん。藤井もなかなかちょっと手が進まない。さあ、ここで出た急走を杉田がオンしました。初トイトイの天杯です。スーピンウーピンのシャンポン待ちとなっております。杉田は結構何でもやってくるタイプに見えると思うんで。はい。まあ本当にこれも単純バックの可能性もありそうだし、はい、特にローマンローマンって直前手出ししてるんで、はい、あんましトイトイっぽくないんですよね。あ、なるほど。統一落としが入っているので、トイトイには見えにくいと。
まあ、トイトイじゃなくても普通にギャン目にも当たる範囲なんです、はい、ピンウーピンって言ったら、うん、警戒は別にそんな変わらないんですけど、はい、切って当たった時にえトイトイなのみたいな感じでしょうかね。うん、青殿も統一が増えてきましたが、はい、EP の統一を達成しましたけど、なんか統一ばっかしましたね。そうですね。藤はもうやめたいぐらいでしょうかね。乱走ですかね。守備型と言ってました藤井ですが、はい、印象4枚、あ、ウズの方行きましたか。うん、違いますね。は中屋敷が天敗、ここでリーチが入ります。ローキューピン待ち、リーチピンフドライチ山一、はい、変わってないですね。残り1枚のキューピン、はい、残り1枚のキューピン、ずっと残り1枚のキューピンは山にいます。スーピンローピンのシャンポンはあと1枚ずついるんですね、はい、2枚ですね。あ、キューピンが出た。キューピンを大園が打ちました。これは中屋敷2巡目のパーピンがね、効いてますね。うん、2巡目にパーピンが出てるのでキューピン通りやすいんじゃないかと見えたということですね。リーチ一発、ピンフ、ドラ1、マンガン8000点の出上がりとなりました。これは山に薄かったの中屋敷が引きずり出したって感じですね。引きずり出した手配でね、はい、あのパーピンがもっと遅くなっちゃうと出ない範囲なんで、はい、そうなると枚数では2対1で杉田の方が有利だっただけに、はい、うん、さあトーン4曲、親は藤井となりました。ドラがチュン、さあ先ほどの上がりでトップが入れ替わりました。現在中屋敷が3万8000点持ちでトップとなります。続いて大園が3万点、その下に藤井2万6100点、4着が杉田2万5900点となっております。まだ全然わかんないですね。そうですね、はい、まだ突破なんで、うん、親番も残ってますし、なんやったら親番がなくてもまだ十分逆転可能なね、はい、点差ですし、はい。さあ親の藤井いいんじゃないですか。まあまあいいですね。続いて杉田、さあ中屋敷はピンズがいい形。そうですね、9万とか言ってちょっと、うん、はい、その辺も 見たいでしょうけどね。大園は想像が伸びてます。あとはちょっと統一も多かっただけにね、うん、あれも角次第でどういう風になるのかなって楽しみな点ではあります、うん、ドラのチューンは今誰も持ってないんですか。そうないです、全部山にあります。これがどこに行くかでもね、随分変わってくるとは思いますが、大園また想像を引きました。ああ、染めにはならないでしょうね、単野を方向でどうするかって感じですかね。なるほど、染め手にはちょっと遠いという感じですか。まあ、他のマンズピンズが受けっていうよりも、あの真ん中の統一なんで、はい、そう払いにくいかなと思いますね。それこそドラのチューンとか引いてきてまた考えるような感じになるんじゃないでしょうかね。なるほど、これだったら急走の統一落としてなんか単野の方が自然に見えますね、はい、何か伸びた時。さあ藤井はメンツができました。イーシャンテンになりますかね。そうですね、どうイーシャンテンと言いますかね、はい、イーピン行くのか3万行くのかですよね。関数マンのところを払うのか、払ってきましたね、うん、3万から。サブローピンの2度受けでピンフイーペーコーですか。はい、捨て牌にはまだ何も情報ないですもんね。そうですね、比較的自牌と端牌が多い捨て牌となっております。さあ中屋敷がマンズが両面になりました。ジー君気合いの入った顔してますね。気合い入ってますね、うん、顔がね、どっしりしてる。どっしりしてます。すごい貫禄があるんです。貫禄は若干ね、ちょっと僕の今横に座ってる、ね、あ、そうですね、中里さんの貫禄たるや、ね、貫禄たるや、貫禄たるや、すごいですよ。ああ、中屋敷はリーチのみをもう打つ気があんましなかったってことですかね。もう
ピンフ固定しましたね、三面ちゃん固定の。しっかり手役を作って、いい作業を見ちゃってますね。あ、そうですね。はい。大園さんに差し、いいんじゃないですかね。大園も、ピンズを両面固定する形になりましたね。スーワン引いて失敗したところで、今、振り点のサブローマン残して、はい。うん。サブローピンに同型を払ってきましたね。なるほど。さあ、仲良しきトーンが統一になりました。現在、トンバですが、キューピンを払ってきました。うん、はい、うん、さあ三層ですか。万蔵両冠の形で残しました。246となりました。想像の三面ちゃん固定するかなとちょっと思ったんですけどね。うん、うん、階級層が頑固になったりとかした時にやっぱり両冠よりも三面ちゃん固定で義理のみでもだいぶ上がれそうな町になってれば良さそうな気はするんですけど、うん、はい、何かを感じたんですかね。さあ、杉と考えてますが。パーマン。スノーに行くならパーマンですね。はい。パーマン行って6ブロックにするか、ただパーピンキューピン行って強い5ブロックを作りに行くかですね。形の良さを優先したという形ですかね。まあ、次の行って先の形の良さですね。はい。まあ、チーピン逃すのは痛いけど、スッチーマン引いた時にギャンカーになるんで、マンズが。はい、それを残してのパーマンですね。パーマン残して。なるほど。これですね。まあ、また9ピンですか。ローマン行きますか。来てましたね。9ピンは安全度が高いから守備を候補として持ってる感じですね。なるほど。後からでも切れそうなので、そうですね、置いておくという感じですね。この9ピンも一緒ですけど、まあ、親ということもあってどうするの。親は藤井ですね。はい。ごめんなさい、ごめんなさい。さあ、親の藤井、天敗です。天敗はしましたが、振り点サブローマンですね。3万1ペン、ギャンカン固定で切っちゃった、ね。自分が捨ててる牌となります。はい、さあ、どうするでしょうか。考えてますが。親だけにリーチしてもいいと思うんですけど、そんなに悪そうにも見えないですし、ただまあ、ドラを持ってる人がどうなるか、どう出てくるかって感じですかね。はい。もう悩んでる顔が映ってましたが、うん、親なんで早くリーチ打ちたいですけどね。あんまし悩んでリーチ打つとね、それはそれで何なんだってなりますけどね。さあ、両金焼きで天敗取らずですね。悩んだからっていうのもありそうな気もしますね。なるほど。悩むと他の人にどういう風に映りますか。まあ、全部僕はあんまそんな信じないんですけど、はい、ただやっぱり普通に面単品みたいなんとか、例えばドラヘッドのリーチドラドラみたいな、はい、そんなは悩まないじゃないですか。そうですね。なんでちょっと何か分けありなんだろうなぐらいには思いますね。手代わりを待つのかなってか思ったりしますよね。なるほど、はい。まああんま信じすぎるのもそれはそれで違うと思うんで、はい、そこまで信用はしないですけど、はい、まあそれで普通のリーチドラドラ両面ですみたいな感じだったりしたら、はい、あ、こいつはそういうやつだなってやつ。あ、そう、悩んだフリーモーションみたいなやつですか。しゃみられたってやつ。これどうでしょうね。フリー展開所のスルマンウーマンもね、ありますけどね。9番、なんか良さげに見えますよね。これウーマンから切っていきました。マンズのロー9番の方を残していきましたね。スルマンが現物になってる人もいるけど、中屋敷にはだいぶ椅子マンのが怖いんで、スーマンからかなと思いますけどね。まあ、親のアンパイは、あ、じゃあ親じゃないか。大園の方が早そうって思ったんですかね。なるほど。さあ、リャンピンが帰ってきましたが。まあ、スーマンもう一回来てるんじゃないですか。リャンピンお帰りなさいとかでもいいし。はい、なるほど。杉田もうそろそろ3段目ですからね、もう守備も考えるところですね。ちょっとドラはいかないですね。自分の失点を避けるように打つという感じですかね。もうあんまりあれですね。じゃあ、今ウーマン行ったのも天敗の道もあんまり残してないですね。中屋敷はもう早々にチューン引いてダウンしてますけど、はい、まだリャンピンですかね。それともパーマン行くのかな。リャンピンか。チューンは場に1枚も切られていません。
来ましたね。はい。C 点でも取る気ですね、多分。天敗料とか、はい、親権維持だけでも、という感じですかね。チームからか。注目させたいんでしょうかね。なんとなくふわっとリャンピンキットいて、それこそサブローピン引いたりしたら、はい、場合によっては、ドラ短期に取るっていう選択もありそうな気はするんですけどね。はい。今日はね、東海の選手も来ていただいてるんで、あんまり麻雀してるとこ見たことはないんですが、はい。面白いですね。いいですね。ああ、はい、パンパンになりましたね。パンパンにしちゃいますか。さあ、大園が、目いっぱいに受けるならトーンを切りますか？ただね、親がドラのチューン切ってきましたからね、ちょっとだけ怖いんですけどね。なんかトーンがこれで、当たるとあんまし思わないんですけど、当たる場合ってもなんか他になんかいいペーコーとかもついてそうな、ダブトンのみで当たるイメージってあんましないじゃないですか。ちょっと切りづらそうにしてますが、流れるのが嫌ぐらいですかね。リャンソーを切っていきました。ただまあもうドラミシャンコになりました。一応はい、テンパイ取るんじゃないですか。これテンパイになります。パーマンを切ればスーピンとウーピンのシャンポン待ちになりますが、考えてます。のかな、悩んでますね。いいキープかどうかもまあ込み込みで考えるんですかね。抑え込みたいだけでしょうけどね。この順目だとテンパイ取らないことあんまりなさそうに見えますが、テンパイは取りそうですね。はい、テンパイに、うん、悩んでる。ポリポリ我慢しました。さあ、リーチは打たずに、うん、今のところ役はないですが、テンパイです。スーピンとウーピンのシャンポン待ちのテンパイとなりました。さあ、仲屋敷も考えてます。ローソーを引いてきて、親が悩んでいたのがちょっと気になりますかね。うん、ないですよね。なるほど。3万を切っていきました。3万は親の安牌となります。大園が数層を引いて、これも3層、親の現物となる3層を切りました。杉田もこれに対応していってるような形ですね。小じいからすると多分ドラ切って最初に押してき、はい、それに対してムズ切ってる、中屋敷に対してどう考えてたのかな。他は結構受けてるように見えるんで。さあ、配定となりました。はい、流局となりました。天敗は親の富士一人天敗ですね。美味しいですね。美味しいですね。3000点美味しいですね。ちょっと満足気ですね。まあ結果的には良かったかなみたいな感じの顔してましたけど、うん、はい。で、引き続き藤井の親番、トン4局1本場です。やっぱりトップの1人しか抜けれないとなると、感覚そんなだいぶ変わりますか？いや、トン場のうちは普通にフラットだと思いますけどね。なるほど。はい、トン場になるとトップを強く意識するっていう感じですね。そうですね。トン場のうちにちょっと大きめのリードを取った時に選択はちょっと変わるかもしれないですけど、基本的にはそこまで変わらないでしょうね。はい、なるほど。その曲その曲で一番得だと思うことをやっていくと思います。はい、なるほど。さあ、ドラはリャンマンとなりました。今のテンパイ料で2着が並び、29,000点持ちで、29,100点持ちですね。100点リードで入れ替わりましたね。2着が入れ替わって、藤井が2着になりました。うん、まあ、ここでのね、着順はそこまでね、はい、今は関係なさそうなんで、うん、大園もまくられたとか思ってないでしょうけど。はい。杉田は、今一応、キャンシャン点でした、まだ。杉田は、ね、形は整ってます、まだ、リャンシャン点。中屋敷は、1、2、3見えるものの、形悪いですね。藤井が結構早くて安い感じに。あ、そうですね。ここはだいぶ面ピンできそうな
え、でも ドラ1ありますよね。ドラが1枚あれば。さらにもう1枚ドラ受けもありますし。いや、メンツは2つ。打点十分です。どう作れば。メンツが2つ。十分ですね。うん、そうですね、はい。どっかで頭ができて、ピンフリーチがしたいですよね。はい。はい、ドイツですかね。まあ、まだ分かんないですけどね。次とはね、クイタンになればいいんでしょうかね。だな。次とは、好きな役はクイタンと言ってました。クイタンね、競技麻雀では、ちょっとクイタンは価値下がるような気はするんですけどね。はい、あ、そうなんですね。できましたね。これでいいじゃん。さあ、親の藤井がイーシャンテンになります。はい、ヤンメンが2つのイーシャンテン、はい、ですね。次田も手が進んでイーシャンテンとなりました。一応ピンフのイーシャンテンですけど、はい、先に単ヤオなり三色なり振り替わってほしいですよね、はい。でここで中屋敷の仕掛けが入りました。三層を地位してます。三色同時を見てる形になりますかね。うん、まあ、とりあえず、仕掛けただけぐらいですけどね。仕掛けただけ、はい。うん。いや、もちろん、上がるためにはここないとかなきゃ、仕掛けなんですけど、うん、はい。まあ、相手の出方を伺ったりとか、そういったのもありますしね。なるほど。大園は真ん中の3色が見えますか。さあ、藤井が天杯、リーチを打ちました。リャンウマンの、ピンフ、リーチピンフ、ドラ1ですね。はい、高野ドラドラ、はい、積もって裏ドラ次第では跳ね満までありますよ。これはいけないですかね。いきにくいですね。急走当たり切っちゃうかな。うん、もう老僧からいってもいいぐらいですかね。現物じゃない、老僧の筋の急走から。うん、急走切ってもローソー切っても復活大体無理なんで、うん、縦を残して急走が返ってくる。口の違う。ああ、すみません。今急走ですよね。はい、急走してました。うん、ローソーじゃないですね。しました。まあ、ローソーだったとしてもどうなんでしょうね。ちょっと選択しづらいですけどね。自分が1枚切っててさらにもう1枚被ってきた、はい、要するに自分から3枚も見えてるローピンちょっと押しづらいですけどね。うん、これもまっすぐ行くならウーマンですけど、そうなると50、はい、現物のイーソーを切りました。現物じゃないですね。現物じゃないですね、はい、イーソーですが、まあ、現物は持ってなかったのかなですね、はい、現物はそうですかね、ないですね、はい、ないんです。うん、はい、さあまた大園悩んでます。ちょっと押しづらいな。押すというよりは何が安全かっていうのを考えてるという感じですかね。安全ね、安全はあんまりないですけど、ただまあ、ね、端っこって言って、はい、うん、嘘を切りましたね。そうですね、はい、リャンソと嘘だったらこれは嘘の方がいいですね。ファーストが通っててローソが早いのでカウン嘘もなさそうだけどっていう感じですかね。なるほど。シャンポンもと同じくなさそうで、はい、うん、さあこのリャンマーを中屋敷が1枚引いてきました。はい、これでまっすぐ目をつぶって進むのか、ウーソリャンソリャンソか。うーん、なるほど。はい、行きましたね。3ピン押しましたね。先行発射台、リャンメンリャンメンのいいシャンテンになったんだったら勝負だって感じでしょうかね。なるほど。うん、まあ、親のリーチなんでね、ウーソー、リャンソー、リャンソーで現物並べてもそっちの方が良さそうな気もしますけどね。うん、なるほど。うん、さあその大園ですが、ローマンを引いてきました。リャンソーとそうかな。ウーソーかもしれないですね。ウーソーってスッチマニドケの勝負をするのか。なるほど。リャンソリャンソーはあのウーマロマンのシャンポン勝負になっちゃうので、はい、ウーソーは先ほど通っています。リャンソー落ちましたね。リャンソー、うん、うん、そうか。
ローマンローマンとあのスッキマン2度けどそんなに難易度変わらないと思うんですけど、ただメンピン E 抵抗とリーのみなんでもう打点の価値がちょっとちゃうからスッキマン2度けの方がちょっといいと思うんですけどね。うん、なるほど。杉田はチートイツイシャンテン、まあ、こっちの方が勝負牌が少ないってことですかね。ウーソいくと最後数層勝負しないといけないけど、はい、ビアンソーは筋で済むっていう感じですかね、はい、筋一つで済むからってさ、ですか、さあ最後の2番が杉田の手に入りました。ローソでいいと思うんですけどね。ローソローソ、おーピンを打ちましたね。ラッキーを見てるのかな。先ほど中屋敷がスーピンを打ってます。いや現物です。あ、チーピン、あ、現物じゃないか、はい、ローソンですけど、うん、筋なんですけどね、はい。じゃあ杉田がウーソーを引いて考えてますね。ウーソーは通ってる牌です。数万ですかね。ここでもまだローソー小さそうだと思うな。ローソー打ちましたね。数万いくんだったらパーマンの方が良さそうですね。ローマンがさすがにちょっと危険度高いと思うんで、はい、それだったらパーマンの方がまだチーマンがワンチャンス勝つのがちょっとリーチ前に切られてるっていうのもあって、うん、1枚切ってる白菜を手出してリーチじゃないですか。はい、そうですね。なんでじゃあ6チー1位で完全イーシャンテンに取らずに、はい、白を持ったってことになるんで、パーマンで当たるのどうなんだろうなって思いますね。あの順目で、あの順目で親だったら結構パンパンのイーシャンテンにしそうな気もするんで、はい、パーマンはそんなに当たらないとは思いますね。なるほど。読みとしてチーマンを切ってから白を手出しのリーチなので、うん、パーマン当たりづらいと。まあ、もちろんそれでも当たるときは当たるんで行かなくてもいいんですけど、はい、どうせ行こうと思うんだったらそれくらいはぐらいですかね。なるほど。あ、しました。さあ、大園が天敗になりますが、面前攻撃派、はい、トーンを切ればウーマンローマンのシャンポン待ち。あ、シャンパイなんですね。トーンは1枚も場に切れてません。仲良しだったらいいんですけどね、はい、うん、一応中屋敷が想像の1、2、3、地位から入って、はい、手役だったら分からないんですけど、はい、役牌だった場合は、うんうん、もう残ってるのがトンしかないんで、なるほど、他の役牌が切れてるから、そうです、このトンも中屋敷持っててくれよみたいな感じの感覚もちょっとあると思うんですけどね。なるほど。とはいえ、まあ自分が役なしの、はい、シャンポン並びシャンポン天牌で押す価値がないっていう判断ですね。もちろん大園もこんなトーンぐらい大体通るんだろうって思いながらも切れなかった感じでしょうかね、はい、うん、なるほど。中屋敷はイーシャンテンを維持しています。中屋敷はこういうところ言うて結構技術力高いと思うんですよね。ああ、なるほど。杉田もイーシャンテンこれですね。そう考えてますね。ここもションパイのトンが1枚、うんうん、仲良しからすると逆に自分持ってないの分かってますからね、はい、あのトンは怖く見えますよね。はい、そうなんでしょう、はい、あ、もうだいぶ薄くなったところで深かったですね、はい、リーチツモピンフドラが1つかな、ドラ1、はい、はい、2600オールは2700オールの上がりとなりました。はい、これでもう逆転ですね、はい、トップ目、そうですね、はい、ただいまトップ目が藤井に変わります。うん、親のリーチ怖いから降りちゃうなっていうコメントがありますが、どうですか、 親だからやっぱり行きづらいとことかあります？もちろんです。そうですよね、もちろんです。ただまあ、うん、その中で通せる牌だったらやっぱ通して、はい、その中でテンパ拾ってく技術っていうのもね、はい、結構なんだかんだ言ってて大きいんで、はい、テンパ取れるか取れないかって、はい、それでなんか3000点とか変わるじゃないですか。変わりますね、はい、2500点とか、はい、まあ
26上がるのも相当難しいし、26上がるのだって偉いんで、はいはい、それと同等の価値で、ね、考えるとね、やっぱそのギリギリの道っていうのは結構残すのも大事だと思うんですよね。なるほど。でそれはなんか中屋敷がこの中やったらすごく長けてるイメージありますね、はい、先ほどもね、あの安全な道を選びながらもイーシャンテンを維持してるっていう感じが見受けられましたが、うん、中屋敷はその辺のバランスがすごくいいんですよね。はい、早速仕掛けが入ってるのでいきます。トイン4曲2本馬ドラが小そうです。中屋敷がトーンを仕掛けましたね。中屋敷は早速トーンを仕掛けて、はい、大園はもうすでに第一だからちょっと受け気味な。大園第一だは数層ですね。さあ中屋敷がこの形、ヘッドなしけのリアンシャンテン、はい、国士方向ですか。国士無双をちょっと意識しているかなという感じしますね。続いて杉田中屋敷は手が進んでますね、はい、頭がない形ですね。さあ、そのここでシャアを切りました。中屋敷も結構ボロい仕掛けだったはずなのに、あっという間に、ね、そうですね、あっという間にスッと、はい、ちょっとしんどいところから埋まっていったっていうイメージがありますが、あれ仕掛けて短期のテンポで取るんですかね最後。最後嬉しい質問をした。チーしたりはするんですかね。それはちょっとね、僕も分かんないんで見たいなと思ってるんですけど、はい、これですね。チー統一の面もありましたけど、はい、これってチーもできる三層リアンソもいいですね。チー層がドラなんで、そうですね。はい、うん。ちゃんと固定して、はい、残りを両面両面に受けたと。そうですね。仕掛けてます。すごいな。三ピン引いて何万です。さあ、親の富士がリーチタンヤオピンフイーペーコー。お山ですね。めちゃくちゃ強くないですか。ドラも1枚あります。すごい早い順目で。さあ中屋敷もドラを引いてテンパイ69万。中屋敷はあれはほぼ全部いきますね、はい、ドラであってももういくでしょうね。藤井から見てこのウーパーピンは、はい、だいぶ景色もよく見えますね。良さそうですか、はい、中屋敷がもうパーピン切ってて、はい、で大園もローピンが早くて、別にそんな変速艇にシャープ初でできたことによってそこまで見えなくなってきたんで、あんましウーパーピン持ってなさそうで、なるほど、すごく良さそうに見えるでしょうね、はい、大丈夫ですか。すいませんちょっとね、急にぐっと寒くなりましたんでね。いや、この間まで風邪ひいてて、あ、そうなんですか。2日前本当に声出てなくて、今日喋れんのかって思いながら、ちょっと代わりダイソー探さなきゃって思ってました。なるほど。でもまあまあ今日はね、ちゃんと、はい、だいぶ復活しました、はい、声が出てるように聞こえます。今日長いんでちょっと途中でちょっと誰かにバタンタッてするかもしれないですけど今日は、ね、ちょっと任せたって、ずっと、うん、ずっと2人でやる予定だったんで、はい、さあ中屋敷はローキューマンの街を維持しています。親のリーチはウーパーピン。それぞれ枚数ってどうなってるんですか。ローキューマンがちょっと薄いですかね。ちょっと見てみましょうか、はい、ローマンがロー9万も4枚残りですか。そうですね、残ってますね。手牌に4枚、場には切れてないので山に4枚。続いてウーパーピンが手牌に2枚。手牌3枚、ね、あ、3枚ですね。あ、で実施、そうですね、捨て牌1枚なんで4対4ですね。はい、枚数は同じと。この順目で4枚4枚は相当強いですね。そうですね、さすがに決着つきそう。はい、これは上がりが出そうな局となってますが、杉田がまっすぐ行けばウーピンが出る形になるんです。ウーピンね、はい、面単品のウーピン、これ行ってもおかしくないですね。そう、はい、ウーピン切りのリーチ、それが藤井の上がり牌となります。乗らない。リーチ、タンヤオ、ピンフ、イーペーコー、ドライチ、はい、
1万2000は1万2600の上がりとなりました。大きな上がりですね。いや大きい、はい、でかいですね。杉田もね、形がすごく良かったんで、そうですね、守備あんまりなんか押してそこまで押せなかったんですけど、形合わなっちゃったらもうしょうがないですね、はい、さあ大きくリードしました藤井の親番が続きます。トン4局3本場、そこでギャンピン行くこともないし、いやもうああなったらしょうがないですね。はい、ドラは数ピンとなりました。あれはトンバということでね、全員に親も回ってきますのでまだ分かりませんが、はい、大きな上がりでしたから、そうですね、一息ですね、はい。さあ藤井の敗敗です。今回はちょっと厳しいですね、うん、前局はねすごく早いリーチが入ったんですが、今回は中屋敷がちょっと良さそうですね。1日3含みの F に仕上がりそうな、はい、ただ今のところドラもないのでドラを引けるか3色になるか以外は打点がついてこないですけどね、はい、そうですね。ドラの数ピンは今のところ誰の手配にも見えてません。はい、はい、形は大園も相当いいですね。いいですね。まあ、チーソーを引いたことで一応ゴロチも見えるようになりましたか。5677か789か、はい、まあそこまで三色にこだわらず面前のリーチを目指すような気もしますけど、一応見えるなっていうぐらいですね、はい、なるほど。一応見て目いっぱいにしますか。ちょっとスリムに構えるという感じですかね。うん、ウーピンね、ドラーが数ピンなんで、はい、ローピン引きとかも相当嬉しいので、はい、ちょっと持った方がいいと思いますね、はい、今のウーピンは。これですね。うん、あローピン引きました。もう予言通り。予言はしてないんですけど。ローピンと並びました。まあ、数ピンにしてもね、全部、まあ、数ピンは一応使えるっちゃ使えますけど、そうですね、ちょっともったいない形なんでね。そうですね。ドラ含みの両面がちょっともったいなかったかなと。まあ、大園があまり自分の手を早い手という認識はしてないんかもしれないですね。実際はそこまで早くはないので、はい、なんであのチュンキってあの手配ぷくぷくにするのが嫌っていう感じかもしれないですね。さっきからちょっとリーチリーチで攻められて、はい、あの防戦一方なんでその意識がちょっとまだ残っちゃってたみたいな感じかもしれないです。はい、中屋敷がちょっとチャンターに向かいますね。そうですね。仕上がった時の感じはその出来上がりやすさが。いや大園痛いな。大園はドラの数ピンを引いてきて、はい、ここで目いっぱいに切り替えました。はい、はい、結構いいシャンテになってるだけにね、ちょっと残念ですね。ピンズの5、6が残っていたらと思うところですが、ガイナサイはウーピンが振り点ですよ。ウーパーピン振り点に受けましたね、一旦。まあそうですね、今頭もない形なんで一応、はい、なんで、4567は頭を作る意味でもまあいい形ですから、はい、うん、進んだは進みましたね、はい、5646とピンズを引いてきました。来てますね。すごい。さあ中屋敷、これでちゃんたの手が進みますね。まあ、ちょっとメンツ増え、なんか余剰っていうか、そうですね、今6ブロックの状態になってます。はい、一応9ピンが2枚飛んでるので、まあ、6ピンも一応外す候補だけど、はい、まあ、先に引いた時用に残してるって感じでしょうかね。なるほど。これ9ピンチーピンが出てくるようであればもう、はい、中屋敷もすぐチーピンパーピン払いに行くと思うんですけど、はい、そう、過ぎた9ピンを払っていきます。ガンパーピンの OK を払っていきましたね。そうですね。とりあえずタニア方向に進めないとしょうがなさそうですね。はい、さあ、チーなのか。さあ、この9ピンを中屋敷がチーしました。さあ、親の藤井。トーンを残してますが、トーンは場に2枚切れてるので安全牌ですかね。ここで目いっぱいに受けるかどうか考えてるという感じですか。注射点取りましたね。はい、
じゃあ杉田も形が良くなってきましたね。ピーマン切るかチーピン切るか、はい、うん、これは下ちゃんの仕掛けに対してもちょっと警戒してるんですかね。まあそういうことですかね、はい、中屋敷の仕掛けは何に見えますか。もうジャンタに見えますかね。七八九の三色が本線に見えると思うんですけどね、はい、一応胸筋がちょっと 薄いんで、はい、ジャンタもあるっちゃありますけど、どっちかって言ったら、うん、他から見てると七八九の三色の方が多そうですね。なるほど。切り出しもトントン吐くですしね、はい、一色に染めてるようには見えないという感じですかね。染めてるのは見えないですね、はい、さあ杉田もいいシャンテン。中屋敷は純ちゃんの天杯になりましたね。カンリャンマンの天杯です。カンリャンピンですね。あ、そうですね、カンリャンマンですね。カンリャンマンですね、はい、今切れの初をね、統一落としして、はい、この瞬間天杯入ってる場合もあるんですね、はい、まあ打点としてはそこまで高くはないので、うん、振ってもそこまでのダメージにはならないんですけど、はい、へーって感じですね。注意してる純ちゃんはリャンハンとなります。あ、褒められた、嬉しい。解説者の人上手やな。あと中屋敷さん、中屋敷さんと楠橋さんが上手と嬉しい病み上がりの解説ですが中屋敷とは最近ちょっと一緒に働いてるんで、はい、よくあのマージョンの話もするんですけど。あ、そうなんですね。僕ちょっとあの、うん、最初に思ってたイメージよりもめちゃくちゃよく考えてるんでびっくりしてます、はい、へー、はい、よく見てるし。なるほど。さあこれどうするんでしょうね。杉田は目いっぱいに受けましたね、シャープって。3ピンもちょっと切りたくないのかな、そろそろ、うん、さ、もうこれはパストのポンテも取るかもしれないですね。なるほど、パストが出ました。出ましたね。取らず。はい、取らずですね、うん、そうですね。やっぱりあの持ち点が9600点でトップ取りだけに、はい、なんとか面単ピンにしたいと思うんですよね。あ、これ、ね、これのリーチですね。はい、うん、イースピンのリーチを杉田が打ちました。いくら食いたん付きとはいえ、はい、この持ち手になっちゃうとやっぱりリーチしたいですよね。中屋敷はこの数層ちょっと押し返しづらいな。数層は通ってない範囲になります、はい、あくまでもかわし手ですからね、純ちゃん、はい、一旦いいまんいくか。今言ったとおり3万もきついんで、だいぶテンパイ取れないんですけど、はい、うっかり後でサブローマが通った時に、はい、まあ、数層にくっつけてもう一回経点ぐらい考えてますかね。うん、なるほど。仮に次数層にくっついてもテンパイ取らないと思いますけど、はい、3万押さないだろうなとは思いますけどね。仮にこの順面経点取っても、はい、流局までまだツモが多すぎて何枚押さないんだ、押さないといけないんだってなりますからね。逆に最終の最終ツモ番だったりしたら、はい、押して無筋も押してテンパイ取るかも。あ、さあ積もりました。杉田が数ピンを積もりました。リーチ、タンヤオピンフ、ドライチ、はい、はい、2004戦は2300、4300の上がりとなりました、うん、周りが引いてるように見えるんで、はい、案外いいピン引いても積もりったかもしれないですね。あ、そうなんですね。さすがに上がるか、さすがに上がるか、うん、さあ今上がりを決めた杉田の親番で何入となります。何一局、うん、はい仮にあの持ち点がなかった、はい、親番が終わったりしてたら今のなんかもう 数、はい、数ピン限定になりますよね。上がり自体が数ピン限定で、はい、1ピン引いても前に放り投げるよぐらいで、なるほど、うん、今のはまあ親番も残ってたので1ピンでも上がったかもしれないですけど、はい、裏が乗らなかったら脳天バップと実際そんな変わらないだけに、うんうん、残りのツモに数ピンいてろって言って伸びることもあるかなって、はい、人によってはあるのかなぐらいですね。高い打点で上がりたいのであればということですね。さあ何局ドラは3ピンとなりましたギャンハン違いますからね。3色の休めをなんか紡ぎるぐらいの感覚でタンヤオとドラが1つと、そうですそうです、はい、いよいよ難波に入りました。今日はトップしかほぼ意味のない
ルールとなっておりますので、ここからの打ち方の変化が楽しみですね。はい、うん、中屋敷がダブナン統一なんですけど大園とも気持ちになっちゃってますね、はい、ただまあダブナンに頼らなくてもいい形になってますね。非常にいいですね。杉田はこの親番でさすがにもう少し加点しておきたいんで、はい、うん、この親番はだいぶ目いっぱいですね。中屋敷も両面が3つ、はい、両面両面のリーのみなんですけど、なんとか頭のダブトンなり、はい、もしくは3色なりをつけたいなとは思ってると思うんですけど、これですね。そうですね、はい、これでチューンいってチーマンに横にひっついたらダブナン統一として単品三色とかもあるのかな。おダブナンの統一として相当怖いですよね。嫌ですね、もう、いやダブナン統一としてリーチって言われたらなんぼの手ですかってなりますけどね。続々と2回戦の選手が集まってちょっと周りが騒がしくなってますね。ざわざわとしてますが今村さんがおはようございますって言って注意されてました。ピン落としたいですね。そうですね、はい、ピン落とすんじゃないですかね。3ピンの形がカンちゃん落としましたね。ちゃん落としてハイの情報か。あ、3ピンドラ受けは残したいよってことですかね。3ピンがドラになってます、うん、あとチーマンが、はい、あ、チーマンが3枚見えてたんですね、うん、そりゃそうか。うん、親の杉田ですが、こちらもいいピン残しましたね。中屋敷はリャンオピン引いたら3ポンリーチでしょうかね、はい、いいシャンテンですね今。うーん、ドライチあるんで普通にリャンメンリーチ打っても全然おかしくないんですけどね、どうするんでしょうね、はい、ちょっと気になる、うん、これですね。はい、はい、さあ、想像をスライドして5、6、7に変えました。はい、テンパイ3匹のテンパイです。リーチはせず。藤井がテンパイしましたが、リーチはしません。ペン3匹です。3匹です。2枚や。はい、テンパイしました。シャンポンリーチ。テンパイして、シャンポンを選択しました。数万と何のシャンポン待ちです。大園は手詰まりとかしないですか。おっと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 、藤井が静かにいつもはい、ドラの3品をつも上がりです。つもドラ1500銭の上がりとなりました。うん、守備型の対応力ちょっと見てみたかったんですけど、どういう風に対応していくか見てみたかったんですけど、すっと上がってしまった。あっさり積もっちゃいましたね。はい、これで杉田は、はい、親番がなくなってトップ目と3万1000点差、はい、はい、ここからどう打っていきますか。それはもう大物狙いになるでしょうね。大物で狙い、はい、はい、どっかで1回ぐらい漫画の直撃が取れたらいいんですけど、まだ、はい、ただ上手だけに山越しも難しいので、うん、まあ、ある程度大きいのを狙ってもつも上がりでもよしの形にしていきたいでしょうね、うん、はい。さあ、何2曲、親は中屋敷です。ドラはイーマンになってます。うわ、さあ、大園がちょっとマンズがたくさんありますね。ドラ4ですよ、ハイパイ。ハイパイ、ドラのイーマンが4枚あって、はい、もう本一全然こだわんないですね。ドラをいっぱい使い切れれば本一じゃなくてもいいと。ただ場合によっては、ツモによっては本一が一番上がりやすくなる可能性もあるので。はい。うん、手配の半分以上がマンズでしたが、はい、あれでペイ重なったりしたら、はい、もうそれはもうペン3万チーして本一でしょうよってなりますしね、はい、さあ、藤井がシャアを仕掛けました。はい、シャア茶のシャア、シャア茶のシャアの仕掛けです。藤井としては局を進めていきたいという感じですかね。現在トップ目です。はい、特にこの2着目一番点数の近い、うん、中屋敷の親番を流すことは相当トップに近くなりますね、うん、はい。じゃあ、その中屋敷ですが、ちょっと考えてます、
ギャンベンダーセンがいましたね、はい、腎臓はギャンベンじゃないですけど、あれはむしろ一メンツと頭を作ろうの場所ですね。あ、なるほど。そう受けると両面にも見えますもんね。サプロ、はい、サプローピンギャンウピンみたいな。はい、大園はこれはもうリーチ手順を踏むような感じのツモしてますね。はい、さすぎたはチート率ですね。できれば面本をつけたいかもしれないですけど、はい、順目によってはもう面本待ってられないって言ってリーチするでしょうね。なるほど。杉田に関しては面前の高い手っていうのはよっぽどじゃない限りは大体全部リーチしてくると思うんで、周りは多分大体無視ですね、はい、逆にトップじゃないところはダマにする以上トップからの直撃狙うんでしょうぐらいの気持ちになりますから、はい、うん、本当に完全見なくていいぐらいだと思います。うん、なるほど。難波に入ってね、選手の打ち方もだいぶ変わってくる頃だとは思いますが、うん、さあこれはどうするんだ。3ピン行くのか、うん、3万行くのか。3ピン打ちましたね、うん、じゃあやっぱり3万とかチーマンとかうっかりチーって言うかもしれないですね、はい、さあその3ピンを藤井が仕掛けてイーシャンテンです。サブローマン、ローキューソーのイーシャンテン、うん、を選びましたね。はい、チーの方が良さそうな気するんですけど、ウーピンをヘッドで持ってるよりもチーして3ピンをヘッドで持ってる方が、はい、まあ、大損の現物だし、はい、ウーピンのワンチャンスで、まあ、よくよくあの中屋敷に切るにしてもウーピンより3ピンの方がちょっと切りやすいで、うん、なるほど、で、はい、チーして3ピン統一で持ってた方が良さそうですね、うん、さあ中屋敷ほう、ギャンピン。はい。あ、三ピンポンが入ったからですね。はい、うん、そうですね。換三ピンがあんまりにも良くないと。うん、まあ、とりあえず、まあ、このトップの仕掛けが入ってるんで、中屋敷はもういち早くリーチがしたいんですよね。はい。やっぱり、親霊には、おいそれと向かってこれないんで。なるほど。うん、リーチをして、なんとか下ろしたい。はい。思うんですね。このギャンマン引きはちょっとテンパイ難しくなるんですけど、打点がね、相当見えるようになりますね。ドラがイーマンなんですね。はい、実際にはね、はい、あれを見て、はい、しょんぼりなんですけど。藤井は安全な方のギャンピンを残したという感じですかね。でしょうね。はい、あ、まあどっちにしてもリーチはしますよね、これは。もう何引いても、ねはい、ギャンマン3万9ピン何引いてもリーチしますね。シャンポン待ちになってもリーチすると。はい。はい、ね、中屋敷の手、マックス、純ちゃん、ピンフ、イーペイコードラドラなんですけどね。あ、ここで、大物のドラの缶が入りました。イーマンのアンカンです。新ドラは両ピンとなっております。はい。はい、何白八純。薬杯が今、はい、中屋敷が初を切ったことによって、はい、初暗号以外はほぼ全部見えてるんで、パスみたいな。はい、ので、玉点で当たられるケアはあんましなくて良さそうですね、ターチャは、虎のイーマン缶。はい。さあ、藤井がサブローマンの天杯になりました。大園は両面両面のイーシャンテンです。はい、サブローマン。はい、出そうな人はもう、あんまりいないですね。あっち？サブローマンが出そうな方はいらっしゃらないか。テンパイしたんで行きますよね。え、で、まだですよね。まだです。まだです。まだです。はい。まだ手広くなっただけです。はい。ジャントのところがあんこになりました。さあ、中屋敷も。はい、もう、ヤンマのポンテンは取らなかったんですね。さあ、大園がテンパイしました。はい。リーチに行きました。リーチ、ドラヨン。怖いですね。ウーパーピン待ちです。はい。はい、あっさりと買わせるのか。はい。さあ、ここで藤井、守備型と言っていた藤井の動きが気になりますが。藤井、降りるもんあるんですか？さあ、一発で杉田がウーピンを引いてきましたが。あ、藤井はチート、杉田ですね。杉田はチートイツなんでね。はい。はい、ギャンマン9ピン、もうリーチをつかむしかないですよね。いや、厳しいんですけどね、枚数的にもね。テンパイは取りましたが、リーチはしませんでした。ギャンマンと9ピンのシャンポン待ちです。
この残り、はい、数曲、はい、親番なしでこの、まあ、2万点弱の点差をどうかですよね、はい、ヤンマンは場に2枚切れているのでもうありません。ウーマンは抜くと思うんですけど、この後続くんですかね。厳しいですね。あとは、そばの地層、急層、もろ筋のパッソ、はい、全部怖いですからね。どれも危険に見えますか。やっぱ三品地位でしたね。そうするとあのリーチも三品三品切れるんで、はい、うん、筋のパッソ。さあその藤井が悩んでいます。パッソね、はい、すー、うん、さあこの中だったら中里さん何切りますか。パッソは切っちゃいますね。パッソ筋って言って、はい、急層3枚見えてるからね。はい、はい、急層3枚見え、うん、さしさんどうですか。いやこれは本当にむずいな。難しいですね。でも同じワンチャンス、あ、筋やったらもうワンチャンスのウーマンかな。いやー、ウーマンのワンチャンスのウーマンを言って、はい、まあほぼ意味ないですけど、はい、ほぼ意味のないテンパイを取るだけ取るか、はい、下茶の杉田のローマンはどう映ってますか。ローマンあんまし、あ、パーソー切りましたね、うん、はい、ローマンなんでしょうね、はい、どう映るんでしょうね。壁が見えてるのかな。なんかあのローマンで壁があるのかなって推測してなんかやるのかな、はい、っと、はい、思っちゃいますよね。なので数万の方が切りやすかったりするのかなとか思ったり。さあ、さらに椅子を持ってきて考えてますね。急走打ちました ね、 ね、これはパーソーが、そうですね、はい、3枚見えたからっていうことなんですかね、うん、さあ中屋敷が3枚を持ってきて、イースーマンにするかどうかですか。イースーマンリーチですか。イースーマンでリーチです、うん、イーマンは大園が関しているのでありませんが、スーマンは、はい、イースーマン藤井が1枚、そうですね、全部手の中に4枚あるんで、積も上がりはないかなという感じですが。ウーパーピンは、ウーパーピンは、手配に3枚、4枚。手配3枚。はい、そうですね。はい、流局となりました、うん。中屋敷と大園の2人転配。なんとかね、中屋敷も親権を維持できたという感じなんですが、うん、はい、いやでも大きいですね。結構あっさりと、はい、あの、うん、藤井君に流されてしまいそうな曲だったのを、むしろテンパで連チャンできて、はい、中屋敷にとったら結構大きい連チャンですね、うん、なるほど。藤井の仕掛けが早かったにもかかわらず、しっかりテンパイ取ってもう一回親できると。親番なしで2万点残り2曲ってなるとちょっとやっぱ厳しいんで、はい、うん、そうならなかったのはだいぶ大きいですね、はい、でハイパイちょっと大きくないですか。さあ何2曲親は続きまして、中屋敷一本場です。教託が2本あります、はい、ドラがトンです。さあ教託欲しいですね。教託は2000点となっております。今流行りのキャリーオーバーです。そうなの。キャリーオーバーって呼ばれてま す、 ーーすね、今ね、呼ばれてますよね。そうなんですね、はい、勉強になります、はい、M リーグとかでもね、キャリーオーバーって呼ばれてるんですよ、はい、さあ、親の中屋敷の手配です。一気通貫がちょっと見えるんですかね。大園はドラのトンが統一になってます。大園ちょっとドラ寄ってきてますね、はい、先ほどもねドラを関してましたから、
杉田もここから打点のある手ってなるとどうなるんでしょうね。ペー9ピンと結構普通の切り出ししてますけど、はい、だいぶ点差があるんで。さあ、カンチーソーが入りました。中屋敷1ピンパーピンいって1通のイーシャンテンにしつつ、はい、3色もそうですね、ウーピンとか引くとちょっとまた迷いますね。これですね、はい、ウーピンにしろ想像のなんかウーソーとかでもちょっと迷うなと思ったんですけど、はい、3色を見るか1つを見るかっていうことですか。そうですね、もう単野を、単野をほぼ確定させつつ、うん、あのうっかり3色とかなるような進め方をするか、このまま1つのイーシャンテンをって感じにするかって感じですね、うん。まあでもその数層を前あれ、さあここで単野を3色本線ですね、はい、9番を切りました。単野に向かってるんですかね。そうなんですね、はい、なんかそれやったらなんか前順の数層もなんかちょっと残しそうな気したんですけど、やっぱシンプルにイーシャンテンは残しつつって感じですか。はい、親番なので早くリーチって言いたいっていうのもあるかもしれないですね。そうですね、はい、さあ大園も一気通貫が見える形、ドラは2枚あります。あ、ね、やっぱね点差あるんで、はい、中屋敷からすると藤井とちょっと点差あるんで、はい、早くリーチ打ちたいのもそうなんですけど、やっぱある程度打点もね追わないとちょっと難しいと思うんですけどね、はい、この親番でなんとか加点したいと。そうです、だからこれはなんかスピードとちょっとバランスが難しくて、はい、そうですね、はい、さっきみたいにあの藤井が流しに来てると本当にスピード優先でリーチ打ちたいになると思うんですけど、はい、今こんだけ動きがないとある程度やっぱ打点見たいなみたいですよね、はい、一応ね藤井は第一弾にドラのトーン切ってやる気は見せてるっていうか、早く上がりたいっていうのは姿勢は出してるんですけど、はい、まだそこまでなんで、藤井の第一弾はトーンです。さあこれはスーソー作ってみますか、はい、うん、スーソー自体1枚飛んでますし、はい、ドラの飛んでた時にポンテン取りたいですもんね、はい、うん、なるほど、数万とか切っちゃうとポンテン取れないんで、はい、2万いってもギャンパーマン2度受け、はい、もしくはロー9ピン切り、中屋敷はイーシャンテンを維持しています。今のチームは良くなりましたね、打点もだいぶ跳ね上がったんで、はい、さあ大園はルールはローソー一緒ですか、はい、スーソー切った時と一緒ですね、うん、さあ大きな手を上がりたい杉田ですが、杉田は単野をチリ取りとかもチリ取りつつですね、はい、単品いいペーコー何しかリーチを、あ、中屋敷はここで転敗しました。ウパマンリーチですね、はい、リーチ単野をピンフウパマン待ちのリーチです。これ積もると大きいですね、はい、大きいですね。実際ウーワンはもう山に残ってなくて、はい、パーマンは杉田が1枚使っている、2枚残りか、はい、うん、あでも26オール上がると、はい、強卓のリーチ棒も合わせて、そうですね、もう差は5000点切っちゃうぐらいですか、はい、だいぶトップによる形にはなります、うん、3000点ぐらい、はい、はい、さあ藤井ですが、藤井はもう親銀が戦えないですね、うん、やめますよね、うん、やめたいんだけど、はい、シャーペイって残った形次第かな、はい、これもパーマン行きたいけど、はい、杉田がパーマンを浮かしてますが、親が連チャンする分にはね、はい、3層ですか今現物になった、ね、うん、現物の3層を打っていきますか、
数ピン、あ、数ピン中筋です。A ピンと中筋だけだったら怖いんですけど、3ピンが4枚見えてるからですね。あ、なるほど。やっぱ、チーピン先にだいぶ早くチーピン切ってる人が、もう、はい、そうですね。しました。カウス。いきそう。これはいきそう。数番を切ってリーチ。カウスを待ちの点、リーチです。リーチ、一通、ドラドラ。積もれば跳ねまんですね。はい。さあ、嘘はありますか？過ぎた1枚あります。あ、来ちゃった。嘘を赤屋敷が、はい、一発で掴みました。リーチ一発、一気通貫、ドラドラと。わー、8戦は跳ねまんですね。はい、1万2戦は12,600。で、大園が2位600でした。あ、12,300、一方馬ですね、失礼しました。さあ、一気に大園が、はい、大きな上がりを決めました。その大園の親番です。なん3局。いやー、中屋敷厳しいな。厳しいですね。顔面リーチしてカンチャン底掴みしてはい、あら、うらうらだったよって自分でも思ってますね。ウッパマ積もったらハネマンからだったし。あ、そうですね。ドラは3走です。さあ、親の大園のハイパイです。大園さんとかって東海の方で結構一緒に打ったりするんですか？あ、リーグ戦で1回当たりまして、実際面前で攻撃するぜって感じですか？ほとんど泣いてなかったですね。あ、そうなんですね。結構僕の方が逆に泣きじゃくるタイプなんで。本当ですか？ちょっとしゃみってみましたけど。泣きじゃくるって言ってますけど。その威圧系で。嘘です。すいません。いやでかい手を作ってくるタイプですよね。あ、そうなんですね。じゃあもう本当に放送で緊張してとかじゃなくて、本当に泣かないスタイルなんて感じなんですね。そうですね。本当に僕みたいにサンフーローとかしてるの見たことないですね。サンフーロー。サンフーロー。はい。中里さんよくされるんですか？僕は結構それで失敗したりしてました、ね。はい。大園は一通も見えるんで、これ、はい、ヤンピンスーピンですかね。バンズが伸びてますね。顔面ターツだったらね、また違うと思うんですけど、同色系だったら換算ピンよりも一通の残る方しますね。はい、さあ、中屋敷は軽いな。今軽さ求めてないんだ。中屋敷は2局で3万点、はい、もう親がないので大きな手を上がりたいというところですかね。そうですね、はい、中屋敷にしろ杉田にしろ残り2局、羽根つも羽根つもでやっとトップですね、はい、なるほど。うん、うまい。藤井は白をスルーしましたね、一回。藤井は、そうですね、1枚目の白をポンしなかったですね。こうなってくると、もう、はい、中屋敷も、はい、杉田も軽い手で、この親流してくれないんで、はい、うん、ある程度、藤井は、自分で流すことも、はい、ああ、なるほど。だいぶ今までよりは意識しないと無理ですね。はい。まあもちろん、うっかり脳天とかもあるんですけど。はい。やっぱり自分の上がりで曲を進める方が、そうですね。もう多分、現実的と。展望ない二人は協力してくれないですからね。ただ、これ、仕掛けは確かに厳しいですね。僕もなかなかなさそうだな。二枚目も泣かないですか？なかなかそうですね。仕掛けを入れると厳しい形になっちゃうってことですかね。仕掛けを入れてそんなに上がり率が、はい、まあ、上がりますけど、そんなに上がらないっていうか、もともと低すぎて、はい、で親に対する守備欲がガタ落ちになっちゃうんで、うん、なるほど。で親がまた捨て牌、ギャンピンスーピンのカンちゃんから払ってギャンピンスーピンチーピンで捨て牌、はい、早そうなんですよね。早そうに見えますね。なんでそこのところにこの、はい、ハクポンで守備力下げるのはちょっと怖いと思いますね。なるほど。
むしろチートイツか。ちょっとチートイツのいいシャンテンですね。うん。守備寄りのチートイですね。守備寄りのチートイ。守備寄りの。はい。動きの三色が見えてきた。はい。ローピン行くのかな。ヤンゾー行きましたか。もうドラはいい。はい。ヤンゾー行きましたね。ドラは3層です。さあ、オゾのパワーは自身で先ほど切った灰と。もう関数層がね、はい、でも3枚見えてるんですよね。ああ、なるほど。はい、スワンコ目あるんですか。2枚切れはない。はい、まだ。2枚切れはない。じゃあ一応スワンコ目は残しますね。じゃあどれが一番タレとして役に立つんだって感じでしょうかね。アリアンスを切りましたね。現物は取っときたいですもんね。現物ね、でも現物持っとくと縦に重ならないですよ。さあ、大園のピンズがメンツになりました。はい、数層が3層ですね。はい。あ、数層が3枚見えてるんで、はいはいはい、ここで関数層を払っていきました。次たは、はい、最悪メンタンピンでもいいって思ってるのかな。次たは今1万6千点持ち。うん、一応マンガン積もっておくと、はい、オーラスに倍積も条件が増えるって感じですかね。なるほど、うん、ちょっとでも自分の条件を軽くしたいという感じでそうですね、いくかもしれないですね。本当にそれしかない、できなかったらまあそうもせない、しゃあないですね。はい、さあ、杉田が転敗しましたが、これどうしますか。シーソーパーソーですね。はい。はい。5、6、7。はい。はい、三色同順を見てのシーソー切りと。大園もちょっと手が進まない。逆にウォーピンツモじゃなかったらどうしてたのかな。ローソー引いたりとか、はい、今までローソー引いたりパーピン引いたりしてるとどうしてたのかな。パーピンは一緒か。パーピンは引っ付けに行って単品3色にするか。はい、ローソーとか引いたらどうしてたんでしょうね。そうですね、そこで数万3万ともう一回いくのかな。さあ、中屋敷が、はい、またスリッタが単葉3色の天敗になります。観音万町ですが、もうこれ以上は伸びないか。はい、これはもうリーチしないとしょうがなさそうですね。リーチして脇からのじゃがいをどうするかぐらいは確認してたのかな、はい、これは見逃しますか。いや、どうなんでしょうね。はい、満願で上がりはオーラス倍積も条件できるんですけど、はい、機能なくしたいですね、なんとか。でも 5-2 で上がりになっちゃうと、はい、オーラス倍積も条件残んないんで、はい、うん、親が押してきてる分にはむしろ曲数減らさないために上がらないのもあるだと、はい、あると思うんですけどね。連チャンさ、連チャンしてねって。はい、杉田のリーチはリーチ単野を3色観音満町となっております。はい、ここでいいシャンテン、この数字とかもね、はい、中屋敷はチート1のいいシャンテン、はい、もう今更行くのもあれなんですけど、もう行かないとしょうがないですね、はい、降りる理由もないという感じですかね。はい、ここは降りますね。藤井はお住みない、なんだったら上がってくれよって思ってますね。じっくり考えてます、藤井。中屋敷も医者って維持してますね。
さあ大空はここでペイを切っていきました、はい、うん、もう最終局勝負にしましたか、はい、なるほど、決まりましたね、いやー、あ、え、ローマンがここで中屋敷から出ましたが、これには声をかけませんでした。杉田の一人転敗で流局しました。そうですね、ローマン上がらずですね。どうなんでしょうね、親の手出しペイでなんか降りたなって思ったんだったら、はい、今のローマンは上がるべきですね。あ、なるほど、親が転敗してなさそうで、はい、親が押してて転敗っぽかったら、はいはい、曲減らさないために上がらないでいいと思うんですけど、はい、どうせ曲が流れちゃうんだったら、はい、裏だらなって満貫で上がりならオーラス倍増条件ができるんで、今のローマンは上がらないといけないですね、はいはい、あ、なるほど、ペイをどう思ったかですね、杉田が。そうですね、大園の手出しのペイをどう見たか、うん、どう見たかっていうか、はい、連チャンありそうって思ったのかどうなのか、はいはい、さあオーラスになります。今回はトップしか決勝に残れませんので条件を確認していきましょう。大園が2着目、38,300点持ち。なので、何点差ですか？下の2人は？そうですね。下の2人はもう3倍満ですよね。はい。そうですね。倍満つも届かないですね。倍満つもじゃ届かない。24,000の25,000、25,400、25,400じゃ足りない。はい。ので、2人は3倍満の積も上がり、もしくは、倍直でも無理ですね。はい。倍直いけんのかな。ちょっと点数にくいな。倍直で大園まくれるのかな。点数が2600ですか。大園ですか。はい。大園は1,200でちょっと届かない。ちょっと何百点か。3万300点足りないので。はい。まあ1,200、まあ、一応1,223ですか。はい。うん。脇からリーボーが出ることがないんですけど、はい、うっかり出たら1,200条件。軽くなりますね。直撃なら3,900いけますか。3,200でも。3,200でも。残上ですね。はい、うん、さあその大園が何がアンコウ、ドラは小さそうになってます。オーラス親はトップ目の藤井となっております。中屋敷単品3色に仕上がったとして、あ、面単品つも3色イーペーコウドラドラで裏裏条件みたいな感じですか、うん、はい。杉田もまあ国士に向かわないとしょうがないぐらいですね、これは。はい、はい、3万ウーマンと切り出しています、杉田です。うん、はい、続いて中屋敷。もうこのハイパイをどこにいつ欲しかったのか、 今なのかと、はい、今じゃないですね。さあ大園ドラも含んでても、いやこれめちゃくちゃ上がれそうですね。はい、ますね。コメント条件出ましたね。中屋敷杉田は藤井直撃かつもで3倍満、それ以外は約満と、うん、大園はかなり現実的な条件が残っています。はい、藤井は曲を流せばいいと、線ならできそうですよね、簡単に。まあ、1,2,2,3ですよね。まあ、1,2,2,3足りないんで、はい、まあ、1,3,2,6 以上。そうですね、1,3,2,6。スモナンドラ1、テンパネ。はい。何があんこなので、テンパネも現実的にはなってますが。カンチーピン残りだったら、はい、スモ上がり条件になるんですけど、直撃条件が残らないですね。これ3層、素直にいっちゃうか。そうですね。まあ、ナンドラ1ですね。はい。はい。1,200、出上がりはダメなんですね。顎に横が打つと思わないですけどね。上がれないですね。藤井は守備が得意だと言っていたので直撃も厳しいかもしれないですね。
そうやってハードル上げるのやめてあげてくれていいですか。趣味が得意だと言ってましたのでハードル上げに行ってるやん。杉田も普通の手だったらねすごい進んでたとは思うんですが国士無双に向かっています。これでパーピンですかね。そうですね、はい、イーペーコーになった場合は、はい、どうするんだろうな。リーチ打つか。リーチ打ちますか。休めつもだって足りないですよね。休めつもそうですね、はい、足りない。リーチをすればどうせ休めの出上がりもできないし、はい、休めつもも足りないし、はい、もうそうなったらもうじゃあもうリーチして、そうですね、はい、どっちも積もれるようにした方が良さそうですね、はい、休めがうっかりなんかいっぱい見えてたりすると黙るのかもしれないですけど、はい、さあ大園インシャンテンです、うん、ローマンが4枚見えましたねこれで、はい、ルーキンアンコとかになるともうシャンポン玉でちょっと面白いか。積もっても OK、 直撃も残忍で OK、はい、そうですね、うん、でウッパーマン引いたらウーピン切り位置ができるみたいな、すごいいいですよね。ちょっと面白い、いろんな選択ができる。さあ大園の条件も出ました。藤井直撃3200、積もは1200-2300から、その他の出上がりだと7100以上の上がりとなります。7100あんまり、はい、110分ですね、はい、マンガンマンガン1200-2300の1200-2300、はい、暗換するとね、はい、暗換するとやっぱちょこちょこ出るんで、ね、中杯を暗換したりとか、はい、70分、はい、70分はやっぱあの出る点数だと思うんですけどああ、数アンコウだ。メンタンツも3アンコウも3グラサンか。さあ、大園がローマン。さあ、スーチーピンとウパーマンの比較ですね。はい、ただ単純にローマンが、ローマンが2枚見えてるっていうのもあって、ここでアンコウになる可能性のあるローマンを切りそうですね。ウパーマンとスーチーピンはね、正直もう捨て牌が、両脇が分からなさすぎて、はい、そうですね。当てにならないですからね。はい、実際にはスーチーピンが、中屋敷チーピン貫通、はい、うん、過ぎた、中屋敷も役満を見てる缶、はい、缶が入ります。中屋敷のチーピンの暗缶です。シンドラはリャンソーです。はい、リャンソーはあまりみんなも関係ないですね。そうですね、はい、うん、さあ大園もまだいいシャンテン、さあ藤井ですか、はい、セルキ満々ですね。そりゃそうですそりゃそうですね、はい、曲を流せば開けたら説教です、はい、開けたら藤井君と僕今日初対面ですけど初対面ですけど説教ですねもう一曲あんな言ってあんなから入りますか。いや優しめに、優しめに、はい、はい、今日長い夜になりそうですねこれ開けると長い夜になっちゃうそう、はい、これででも両極してテンパイって開けたらもうそれは勝ち上がり資格剥奪でいいです、はい、さあ中屋敷考えてますね。うん、いやもうこれもう道がね 3個しかないですから、はい、だからもう縦に残りそうな牌をひたすら頑張って選んでますね、はい、そのままテンパイが入らないですね。藤井が牌を開けることがないという予想をすれば、うん、この1局でもう勝負決まると。もちろんそうです、はい、開けてくれるかもとか思ってたんです最後まで諦めずに、はい、見ていきます中屋敷です。チーマンもちょっと良さそうやな。これなんだ、チーマンの方を選びましたね。うん、
大園の電波が入らない。あと2回か。はい、いつもあと2回となっております。ツーショットが引いてほしいな。中屋敷はツーショー引いてどうすん、どっちの短期選んでリーチするんだろう。引いた。あ、シャンポン。はい。大園の天杯が入りました。残り1問が。ええ、騙す。ダマで条件満たしてますよ。え？リーチをしました。ウーピンローピンのシャンポン待ちでリーチ。残に直撃 OK だよ。ウーピンローピン積もっても3個で OK だよ。藤井は出ないんで。なんと、ローマンがあんこなんだ。ローマンチーマンがあんこなので、3200ありますね。負け2人からの出上がりで裏ドラ条件をつぶりにしました。そうじゃないですかね。それか一発吐いてつもですか。いや、一発吐いてつも関係ないんで、別に黙って積もっても一緒なんで、はい、あ、これ吐いてじゃないの。はい、はい、いう曲となりました。大園の一人天敗です。まあ、どちらにしてもまあ出ることはなかったんですけどね。はい、はい。さあ、これで1回戦、A 卓1回戦が終了いたしました。トップは 45,000 点持ち、藤井となりました。藤井だけが決勝卓に残るという形になります。藤井の攻撃力が目指しましたね。攻撃力、防御力ですね。攻撃力が目指しましたね。攻撃力の方が、はい、ね。はい。はい。じゃあ続きまして2回戦の模様をお送りします。少しの間こちらをご覧になってお待ちください。